皆さんどうもこんにちは。スライム冒険家、ウプ主のミーです。皆さんどうもこんにちは、スライム億万長者、霊夢です。毎度おなじみごく普通のマリサだぜ。ということで本日も、スライムランチャー2を実況していきます。前回はドローンをハッキングして裏のメッセージを見たんだよな。何それ、いつからあんたたちハッキング集団になったのよ。いやいや、モチがちゃんとしたプログラムを作ってくれてそれを使ってメッセージを見ているだけだよ。そうだそうだ、これもこの島のことを知るための重要な仕事なんだぜ。ふーん、そうなのねー。で、島のことは何かわかったの？なるほど、わからなかったのね。ほんと謎だらけなんだよ、もうさっぱり。今回は何かしら進展があればいいな。今回は何をするの？何をしようか。それならアップグレードに必要な素材を集めつつ、もう一度マップをよく探索してみるのはどうだ？さすがマリサ、ピンチの時に何かを絞り出してくれるマリサだ。アイディアを絞り出すって、アイディアを。それじゃあ素材を集めながらもう一度マップを探索しましょう。もしかしたら新たな発見があるかもしれないわ。意外と数が必要、ジェリーストーン。でもこの素材、この辺にしかないのよねー。それぞれの場所で取れる素材が違うからな。なんかご当地グルメみたいね。昔は掘削機じゃないとこれ取れなかったのが今じゃ吸い取るだけで取れるもんねー。さっきも一日経たないと素材を掘り起こせなかったよな。しかも2回くらい使ったら消滅するからまた作らないといけなかったし。そう考えると私ってめっちゃ頑張ってたんだな。何のために頑張ってたんだ？いい思い出だろ、いい思い出。そのおかげでアップグレードもサクサクできてノンストレスよ。あ、虹色のポットがこんなところにあった。これってあとどれくらい残ってるのかしら？これくらい。わかるか。ワープデポ、2台1組の便利なテレポーターだよな。でもこれ、確か作るの結構大変だった気がするよ。便利アイテムは作るのに大変って、あるあるよね。そういうもんだろ、後々楽になるんだからな。この水もしっかり確保しておきますよ。素材自動採取&自動牧場転送装置が欲しいですサンタさん。サンタさんでもそれは無理です。意外と素材もないし、ドローンもないもんだね。ところで、ゴルドトラップが作れるようになってたけど、金生姜ってこの島にはあるのかしら？説明しよう。金生姜とは、特定の時間に特定の場所のみになる、超レアな食べ物のことである。しかもトラップの上に置くと、巨大金スライムが出現するんだよな。あの見るからにお金が集まってきそうな見た目、今回も牧場に置きたいわ。今の段階では見たことないから今後のアップデで出るかもしれないね。そうね、トラップがあるくらいだし。あ、ここにもドローンがいたよ。もう一度、ドローンたちを当初の探索ポイントへ飛ばす。条件が同じであることが確認でき次第、作業に取り掛かる。この場所、この、虹色の草原をただうっとりと眺めたこと、今でも思い出せる。まるで、美しい夢を見ているようだった。ある意味、その通りだったのかもしれない。それは夢のように、あっという間に終わりを迎えたのだから。こっち側は相変わらずのシリアス文章、でも反対は？この草、すごい、見てるとどんどん色が変わってく、島に着いたばっかりなのに、もうこんな珍しい植物が見つかるなんて、こんなに大発見、最後にしたの、いつだった？夢みたい、信じられない。こっち側は随分と嬉しそうな文章ね、本当に同じ人が書いたの。ほんと対極って感じだよね。もしかして、この裏の文章は問題が発生する前のもので、表の文章は問題が起こってから書いたものってことはないか？ああ、何か事故が起こったからこんなに暗くなったって可能性もあるね。終わりを迎えたってほんと物騒な言い回しだわ。ただの平和な島だったらこんなこと書かないよね。ここにも肝心なことは書かれてないな。このゲームすごい怖くなったらトラウマなんですけど。引き続き、探索に戻りましょう。ここにもまだポットがあった。意外とまだまだあるものなんだな。スライム像だって、可愛いじゃない。こういうデコアイテムで牧場を賑やかにしていくのもいいよね。ただし素材を大量に消費するけどな。他にもどこかにあるかな？ポットをすべて見つけて開けた方にはなんと。特に何もありません。何もないんかい。キシくらいあげるわ。あれ？なんか下に行けそう？おお、こんなところ行けたのか。しかもポットもあったし、これはラッキーだね。バキュームパックのタンクガードか、なかなかいいものだな。これって、落下してもロストするアイテムをガードしてくれるってやつよね？うん、全部守ってくれるわけじゃないけどね。おっと、ここでドローンを発見しました。戻ってきてからというもの、どうしてもぼんやりすることが多くなった。まるで記憶の一部を置き去りにしてきてしまったように。だから、頭をすっきりさせたい時はここへ来る。流れ落ちる水の音が全てをかき消してくれるようで、ホワイトノイズに浸っているうちにまた頭が働き出したりする。だけど、いくら考えてもその先に見えるのは同じ結末。
だから、何度か深呼吸して心を落ち着けてまた作業に戻る。ここでも意味深なことを言ってるわね。こっちではこの島が素晴らしい島だってことを言っていて、この状況を楽しんでいるんだよね。これは今後のアップデートで教えてくれることを願うぜ。ということで素材を集めたので、何かを作ってみましょう。あ、スライムの像がいいんじゃない？牧場に飾ってみたいし、絶対可愛いわよ。それじゃあ霊夢のリクエストにお答えして。やったー、ここがスライム牧場ってことがすぐにわかるわ。おお、存在感があるなー。あとはお花とかも置けるから適当に配置してみよう。やっぱりあるのとないのとじゃ華やかさが違うな。ということでひとまずスライムランチャー2はここまでということで、次回のアップデートが来たらまた攻略していきたいと思います。まだわからないことばかりだから今後の展開が楽しみだぜ。ごちそうさまでした。はぁ、満腹満腹。私もお腹いっぱい。あら、うぷ主プチトマト残してるじゃない。実はプチトマト苦手で。ははん、だから残してるのね。霊夢もパセリ苦手なんでしょ。苦いしもしゃっとしてて。あら、誰かしら。お残しは許しまへんでー。うぷ主、霊夢、今戻ったぜ。って、いない。おい霊夢、うぷ主、一体どこに行ったんだ。おかしいな、あいつら飯食ってるって連絡来たんだけど、食い終わって出かけたのか。ほほう、貴様もあいつらの仲間か。だ、誰だ。あれ、ここどこ。うちにいたはずなのに。その声はうぷ主と霊夢か。あれ、どうしてマリサも。それが変な野菜っぽい見た目の化け物を目撃してから記憶がなくて。ああ、私も見たわ。パセリとプチトマトっぽかったような。あいつらは一体何なんだ。おそらく、私とうぷ主が食べ残したことに怒って現れたんでしょうね。そういや皿の上に乗っかってたな。こんな場所に連れてきてパセリとプチトマトは何が目的なんだろう。お前らに我々食べ物の世界を味わってもらう。食べ物の世界。我々がどんな過酷な環境にいるのか、その目で確かめるんだな。とんでもないことになったわね。とにかく出口を探してこの場所から逃げようぜ。そうだね、何があるかわからないから気をつけて進もう。あら、戸棚の中にネズミがいるわよ。やっほー、ネズミさんこんにちは。なんだいあんたら、ネズミじゃねえみたいだけど。そうなんだ、私たち人間なんだけど小さくされちゃったみたいで。そいつはかわいそうにな、まあ頑張りなよ。絶対に元に戻ってやるんだから。ところで、どうやって元の体の大きさに戻れるのかな。あのパセリとプチトマトなら戻る方法を知ってそうだよな。あいつらに聞き出すしかなさそうね。そう簡単に教えると思うか、グッグッグッ。むか、飾りのくせに。我々が満足したら元に戻してやろう。はぁ、ひとまず元に戻ることは置いておくか。はいと。あ、こんなところに換気扇か。うわぁ、オーブンに落ちちまった。うぷ主気をつけて、この赤い部分に触れば一瞬で蒸発するわ。嘘嘘だろ。よりにもよって絶賛料理中だったぜ。料理中じゃなかったらもっと簡単に進めたのにね。二段目はクッキーを焼いてるよ。七面鳥にクッキーに、忙しいな。そういえばこの前、うぷ主に教えてもらったレシピでシュークリームを作ったら、見事に膨らまなかったんだけど。レシピを教わる相手を間違えたな。それはおかしいな。私の時はめっちゃ膨らんで爆発したんだけど。膨らまなくてよかったな。このキッチン至るところに毒が置いてあるんだけど。これはおそらくネズミに使われる毒だろうな。ネズミホイホイってやつね。キッチンってなんだかんだ家の中で一番危険な場所かもしれないね。確かに、小さくなったことでよりそう感じるぜ。この灰色の線もきっと毒だから気をつけて進まないとね。どこに何があるのかわからないからキッチンは怖いわ。ようやくここまで登ってこれたぜ。ここの台は歩いても大丈夫だよね。なんともないからきっと大丈夫よ。それにしてもかなり広いキッチンだな。一般家庭っていうより、飲食店みたいだね。さあこの引き出しを降りて先に進むぜ。了解、ゆっくり降りるよ。いやー、実に愉快愉快。ああ、食材の気持ちが分かってきただろうな。この先はさらに過酷な状況が続く。果たして耐えられるかな。あの青い棒みたいなのは一体何かしら。水、氷。ああ、触ったらダメだったか。これは氷というか霜だね。ってことはここは冷凍庫。おい、冷凍庫って私たち防寒着なんて着てないぜ。生きて抜け出せるかどうか。大丈夫、凍ったら電子レンジで解凍すれば元通りだよ。なわけあるかー。できるだけ急いでここを抜けるしかないぜ。うぷ主、素早く安全にね。はい。何がはいだー。